長野県の皆様、こんばんは、ヤミーです。11月24日はいい和食の日。そこで今月は3ステップでできる和食レシピをご紹介します。今日作るのは鶏肉の和風悪魔焼き、イタリアンの定番チキンの悪魔焼きを和風にアレンジしちゃいましょう。今日も楽しく3ステップクッキング。ステップ1、具材の下準備。鶏もも肉は厚さを均一にし、醤油をまぶしよく揉み込んでおきます。ボウルに練りからしと酒を加え混ぜ合わせます。からしは熱を加えると辛みが飛び、香りだけが残るので食べやすくなります。ステップ2、焼きます。フライパンにオリーブオイルをひき、鶏肉を加え、中火で皮面をこんがりするまで焼いたら、裏面もさっと焼きます。この後グリルで焼くので、中まで火が通ってなくても大丈夫です。ステップ3、グリルで焼きます。焼いた鶏肉を食べやすい大きさにカットし、グリルプレートに並べたら、上から混ぜ合わせた調味料をかけ、パン粉を振りかけます。蓋をしてグリルに入れ、上火弱、下火強で4分ほど焼き色がつくまで焼きます。仕上げに器に盛り付け、クレソンを添えて完成です。しっとりと焼き上がった鶏肉と、ふわっと香るからしの風味が食欲を刺激する一品です。テレビの前の皆さんも3ステップで簡単ヤミー。3ステップクッキング一口クイズ。濃口醤油と薄口醤油ではどちらの方が塩分濃度が高いでしょうか。 A 濃口醤油、 B 薄口醤油。皆さん分かりましたか。気になる答えは公式ホームページをご覧ください。番組ホームページでは過去に紹介したすべてのレシピもご覧いただけます。皆さんもガスで美味しい時間を過ごしてみませんか。プレゼンテッドバイ長野都市ガス。